はいどうも皆さんこんにちは、下村です。さあ今回もダークソウル3実況プレイ続きやっていきましょう。でね、これ剣ぶっ刺したらここあれになりましたね。火のあれになりましたね。火のあれっていうのもおかしいけど。で、奥はね、ちょっと見てきたら、武器とブグ屋と、鍛冶屋になってました。で、このお姉さん、これは多分ダークソウルシリーズ、まあ全部でいると思うんですけど、まあレベルアップさせてくれる人ですね。でね、まあ、僕の体力ちょっと多くなってるの気づいたかな。生命力と、まあ、筋力だけとりあえず振りました。まあ多分この2個はね、外れないと思うんで、とりあえず振った感じですね。で、今度一通りここ見たんですけど、もうどこも行くとこないんで、このロスリックの、攻撃かな、ここに行ってみましょう。こんな感じでワープすんだ。いや楽しいね、ダークソウル。なんで今までこのシリーズに手出してこなかったんだろうってぐらい面白い。多分そこまで才能がないってわけでもないね。多分別に下手ってほど下手ではないと思う。初心者にしては、初心者にしてはまあ普通ぐらいだと思うんで、よかった。それは挫折するのだけが怖かったんで。あれ、これはなんだ、うれ、なんでもないやつ。あ、こういうの壊せるんだ。何も入ってないんけい。お、いる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 。え、これ敵だよね。あれ、なんか犬がいる、なんか犬がいるぞ。この犬強いんだよな。おらおら、この犬は盾がすごいあれだな、役立つな。え、また湧いてんだけど。おら、怖い怖い怖い。犬足早いからさ、急にボーンってくるじゃん。あ、なんかちょっと斧構えてるやついる。おら、あ、勝て、あっぶねえ。いっていっていってって、めっちゃ斧持ってるやつ強いんだけど。こいつも斧持ってるな。おらおらおら、とりあえずパリーの練習した方がいいよね。いった、やばい、あ、うっとい、回収、来た来た。おらおら、あっぶねえ。こいつ硬いな。よし、まあ落ち着いていけば大丈夫だな。さっきもう一体斧持ったやつがここに、カモン。うわ、めっちゃ飛んでくるじゃん。めっちゃジャンプ力高いじゃん。ほい、また危ねえ。すっ、怖え。こいつすごい、こいつめっちゃ斧ふ、すごいな、こいつすごいすごいすごい。ほらほらほら、めっちゃスタミナあるじゃんこの人。なんだこれ、開かない。前と同じタイプだね。はい、こんにちは。なんかあったぞ。あ、遺体のソウル、なんもないね。いやー楽しいな、本当に本当にダークソウルって面白いな。うわ、痛い、この野郎。おれおれ、なになになに、こいつ一面のボスじゃん。ちょっと待って待って待って、どういうことどういうことどういうことなんで一面のボスっていうか、一面のボスじゃない、少し違うね、ちっちゃい。え、これどうしよう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 どうしたらいいかわかんない。え、ちょ、強いんだけど強いんだけど、 HP が低いみたいな。そんなことはない。もうエストビンないよ、これやばい、強い。ちょっと待って、これ強すぎるでしょ。はい、問題はあいつなんだよね。はい、この人よ。おらおら、よっ、これが強えんだよな。いって、しかもさ、どんどん攻撃してくれるじゃん。もうスタミナというものがないよね、概念、スタミナという概念ないじゃん。もう強すぎんだけど。よし、おらおら、あれ、え、あ、覚醒する前に倒しちゃえるんだ。え、そういうこと。え、ロングボケットしたぞ、弓矢だ弓矢。
ちょっと装備してみようか。あ、ロングボウ、縦の枠かな。必要能力値が足りません。何が足りないんだろう。何かが14ないとダメなんだね。技量か何かかな、なんかそういうのも見たぞ俺。あ、ここか。あ、やっと行くとこ見つかった。もうさ、積んだと思ったわ。どこも行くとこなくて、ここだ。見逃してた、よかった。もうどうしようと思った。どこ行ってもさ、なんもないんだもん。俺の確認不足だった。何も、あ、なんかあるね。捨てられた層、捨てられた層。お、いるね。うわ、なんかガード野郎がいるぞ。盾がでけえ。まずこいつからやるか。あれ、気づいてない。うれうれうれ、勝てえ。普通に勝てえな。うわ、こいつ妨害やろうか。よいしょい。妨害やろうって一番弱いよね。うわ、ちょ、敵多いな、あそこ。しかも妨害やろういっぱいいるし。妨害野郎弱えよなとか言ってから言ったからさ、妨害野郎めっちゃ来たじゃん。どうすっかな。ちょ、多いな。もしかしてこういう時に火炎瓶が使えたりするのかな。火炎瓶にしてどうかな。あれできない。火炎瓶に、あれ、火炎瓶あった、これだ。よし、使ってみるんだけど、初火炎瓶。四角だよね。何やってんだ俺。ああいうことか、ああいうことね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ上から行こうか。何めっちゃかっけえんだけど。ちょ、やばい。あ、ソウルっていうか、あのドロップアイテムがいっぱいある。ちょっと待って、熱っ。あのドロップアイテム取れないの。え、かっこいいよ。これサムネにしたい。サムネにしたいよ、これ。めっちゃかっこよくね。火を吹く竜。ちょ、やばい、もうやばい。もう危ない。あ、徐々に近づいてきた、徐々に近づいてきたよ。火炎瓶行く？うら、え、何やってんの、これ。バカ、ただダメージからだけだったわ。もうやるしかねえな。一匹一匹倒していくしかねえ。ちょっと防寒野郎がやべえな。アップの死ぬ人絶対多いでしょこれ。食らう？食らない。いける。あ、いける。倒してくれた。ありがとう。待て。あった。オッケー。怖っ。ああいうドラゴンギミックみたいなのもあんの。怖い。すげえや、ダークソウル楽しい。あのドラゴン何？味方ではないよね。え？こいつ味方か。味方じゃねえ。まあ、盾があっても、あ、勝て。うっ、早っ。例えば俺もなんかちょっと技みたいな使ってみようか。ほら、よーし。ああ、あの強攻撃みたいなやつはガード弾くね。ガード弾くっていうか、ガードをのけぞさせられるね。のけぞり。お、こんにちは。うわ、えっ、あっぶねえ。エストビーもう1個しかないからな、慎重にいかねえと。来た、あれがあるね、あの火のやつ。読めないから火のやつって言ってるけど、まあ、きっとね、あのパート2ぐらいを投稿した頃にはきっと優しい皆さんが教えてくれると思うので。おお、早い。よし、しかも2体。おら、なんだ、投げ、え、ちょ、強い。よし、あっぶねえ。あれ、俺、なんかあの、火のあれで回復してきてなかったら、一回回復してきてこよう。回復してこよう。出てきそう。出てこない。あ、遺体の大きなソウル、ナイス。これはきっとソウルが多いやつでしょ。え？何こいつ？
なにこいつ、なにこいつ。なにこいつ。あー、痛い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 。行くところが、あ、なんか強そうなのいる下に。あっちかな、あっちっぽい。あ、じゃあはしごあんじゃん、はしごー。あっぶねー。いって、後ろか、あいつか。いやー、うーな、もう一杯、もう一杯もう一体いるわ。ひとまず退散。怖っ、集団で襲いかかられると怖いよ。よーし、お、盾野郎がいるな。ランスか、痛いっつ、痛いっつ、痛い、え、強くない、おらおら。敵の尻をカメラに向けていくスタイル。ちょっと死ぬ死ぬ死ぬ、あっぶね、死ぬんだけど、マジ純粋に純粋に。オッケー、回収。さっきの騎士野郎どこだ、騎士野郎は。あれ、あー、いた、来た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 、徘徊してんのね。ちょっと火炎瓶使ってみようかな。おら、おお、うら、あ、危ない危ない、よいしょよいしょ。ちょっとこいつのガードあれだね、硬いんで強攻撃みたいなの入れていこうか。よいしょい、よいしょい、うら、全然崩せないね。あっぶねー。ちょ、盾やろう、強いんだけど。間違って火炎瓶投げちゃった。変なやつじゃん。急に壁に火炎瓶を投げつける男。さあ、来い。うる、あ、やっぱ一発であれガード壊せる。なるほどね。こういう硬い敵にはあれやんなきゃいけないんだ。難しいね。奥深い、本当に。うおうお、びっくりしたね。ずるいんだけど。なんかありそうだなと思って、ただ、盾構えながら歩いてたら、普通に横から来たんだけど。え？あ、なんかある。あ、エストビン飲んじゃった。あ、まあまあ、いっか、もう。少ないしね。ブルードソード、これ。新しい装備じゃね？あった。あ、強い、こっちの方が。やったー。新しい剣だ。見た目変わったかな？ごめん、わかんねえや。元の剣、そんな見てなかったわ。こっちは？さっき降りるとこあったんだけどなー。こっち来ちゃってよかったんかなー。あっちが寄り道の方だったのか。さては、うわ、いっぱいいるな。きついきつい、吉沼にはちょっときついよ。うわうわうわ、いっぱいいるじゃん、びっくりした。え、なんか今丸開くて、あ、宝箱だ、でかい。カイトシールド、これも新しい装備じゃない。重量が重いね、今のがこれか。なるほど。でただ物理の防御力が高くなるね。まあこっちの方がいいかな。あの今敵物理だ何物理だらけだしね。おいおい、下に誰か行ったら落下攻撃狙えたんだけど、普通に下に降りて1匹ずつやるか。怖い怖い怖い。お、ワンちゃん気づいた。ワンちゃんワンちゃんおいで、ワンちゃん、ワンちゃんはもう慣れた。なんか俺に近づく前に切っちゃえばいい。あー、全然無理だった。全然ドヤ顔で言ったけど無理だった。くそ、ワンちゃん攻撃力は低いんだけどね、ちょっときついね。あの外国強いんだよな。誰か気づかない、こいつやるか。うれ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 、うれ、よし、オッケーオッケー、一匹ずつ行けば大丈夫だ、俺できるぞ。お、なんか違うのが気づいた。あー、こいつリーチ長いマン、リーチ長いマン強いんだよ。うれ、あ、削り切れた、武器強くなったからだ、よかった。あ、こうやっても気づくんだね。まあそうだよね。ほい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 、マルフォイ、いった。え、なんか犬も来た、なんか知んないけど。ワンちゃん危ない危ない危ない、
もうエストビンないからまずいな。よし、いやーきついわ。何かあるかな。なんか重量感あるものが歩く音が聞こえるね。絶対の騎士だな。この HP で勝てる気しないな俺。ローの鍵、鍵ゲットしたぞ。これでどっか開けるパティンか。あいつか歩こうと。でかっ。絶対中ボスかボスかなんかでしょあれ。どっか行くとこない。降りる場所がないな。なんか明かりがあるからなんかあるかなと思ったけど何もないね。うわすげえ強そうなんだけど。はい、ちょっとどうやら違う道みたいなんで、またじゃあ次回はここからやっていきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。さようなら。